Big Time Tune。 Big Time Tune。 Big Time Tune。 キャバレスの Big Time Tune。 こんばんは、キャバレスです。 Big Time Tune 第4週目のファーストは、私たちキャバレスのゆかりとリンダがお送りいたします。私たちゆかりとリンダはキャバレーズというユニットで、昭和歌謡のカバーを中心にライブハウスで活動しています、はい、さてここはママのリンダとチーママの私ゆかりの酒好きの2人が細々と営むバーなんですね。もうほんと細々ってね、もうコロナになっちゃったんで、うん、もう余計細々で ね困ってるよね。だんだん少しね良くなってきたかなって感じですけどね。盛り返してほしいよね、うん。このお店の名前はバーゴールデストアワーという名前なんですね。で、BGM を弾いているのは従業員のギタリスト寺中名人です。寺中くんには時々ね、なんか喋ってもらいましょうね。黙ってても喋っちゃうかもしれないですね。リスナーの方々にもお酒などを飲みながらゆるい感じで昭和歌謡を聴いていただけたらと思っています。はい、毎月1回フラッと立ち寄っていただけるお店だったら嬉しいなと思います。もっと来てねできればね。私たちがおすすめするお酒もご紹介しながら、そのお酒に合う曲も紹介していただいていきたいななんて思ってます。はい、ところでリンダママ、今日のおすすめするお酒は何でしょう。今日はね、リクエストがちょっと入ってまして、うん、それにぴったりしたお酒っていうと、はいはい、ちょっと私たちめった飲まないんですけどね、うん、はいはい、ちょっとこのスコッチウイスキーなんていうのをいいですね、今日ね仕入れてきまして、うん、名前は何て言うんですか。原産地名スコットランドと書いてありまして、はい、ザ・フェイマス・グラウス。フェイマス・グラウス、ライチョウ、赤いライチョウのね、うん、本当にマークが有名な、うん、なんかすごくこれ惹かれましてね、可愛いかな。そうですね、私が知ってるライチョウってもっとこんな赤くないんだけど、ね、ちょっとじゃあ早速飲んでみましょうか、うん、そうだね、うん、なんかね、このお酒はいい音しましたね。マッカランやハイランドパークといった非常に人気の高いシングルモルトを使ってるということでね、その割にはリーズナブルなんですけどね。あれ、なんかこれ、いい音してますね。はい、それではちょっと乾杯しましょう。いただきます。いただきます。あ、香りが、香りがすごい、うん、ちょっと樽の香りも少しして、うん、甘いして美味しい、飲みやすいお酒ですね。ライチョウのイメージなんですか、ね、うん、いや、ライチョウのイメージかどうか分かんないけど、でもなんかね、美味しいお酒ですね、うん。ね、ロックで飲んでますけどね、うん、これハイボールでもいいな。ソーダで割ってもいいかもしれないね。そうだそうだそうだ、まだ農産長でね、このお酒にちょっとぴったりだと私たちが思ったリクエストをちょっとご紹介したいと思います。リンダ、ソーダ開けましたね今ね、はい。ラジオネーム瀬戸内の月さんからのリクエストです。昨年の2月3日ラジオ深夜便を聞いていたら、折井茂子の夜が笑っているという歌が流れてきました。この歌は高校2年の時、壊れたラジオを修理してスイッチを入れた時に流れてきた曲で、青春時代の一コマを懐かしく思い出させてくれました。折井さんは君の名はも歌いましたね。そうだそうだ。このドラマの放送の日は女風呂がガラガラに空いていたという実話です。私は小学生でした。お風呂屋さんに同級生の女の子がいましたからね、実話です。とのことです。リクエストありがとうございます。ありがとうございました。早速いただきましたけど、このまた渋いリクエストですね。瀬戸内の月さんですね。なかなか瀬戸内の月さんが書かれてますように、折井茂子さんといえばね、1952年昭和27年の NHK の大人気ラジオドラマ君の名はの主題歌を歌われていて、その翌年の昭和28年にこのドラマの映画化されて、さらに大ヒットしたんですよね。岸恵子さん主役ですよね。もう佐田啓二とね。あ、そうそうそうです。岸恵子さんという、 もう黄金コンビですよ、うん、ね。この曲はすごく有名で、私ももちろん知ってるんですけど。君のそう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 って感じだよね。そうですそうです。ただこの方が歌ってる、今日リクエストいただいた夜が笑ってるというのは私ちょっと知らなかったんですけど。私も知らないな。昭和33年に90万枚売り上げた大ヒットした曲らしいですけどね。私、黒百合の花は大好きなんですけどね、これはさすがに知らなかったです。そうですね、この今日飲んでるお酒にちょっとぴったりかなと思いながら、
早速聞いていただきましょう。織重子さんの夜が笑っている。酒があたいに惚れたのさ、振られたあたいに惚れたのさ、嫌いさ嫌いさ、酒なんて大嫌いさ、夜がクスクス笑うから飲めるふりして飲んでるだけさ、責めるのさ、昔の約束はどうするってさ、嫌いさ嫌いさ、愚痴なんて消えちゃいな、夜がじろじろ見てるからちょっと心配さ。3.11 私たちは忘れません。ビッグタイムチューン。この番組は全国のラジオ局を結んでお送りします。シングル第3弾はムード歌謡。雨に佇む女の未練をキャバレーズが歌う五反田レイニーナイト。お求めはキャバレーズホームページへ。いや、なんか素敵な曲でしたね。もうなんかこの情感がこもってるし、ね、もう感想のね、ピアノとギターがすごかったな。なんかおしゃれですよね。33年、ね、作詞が星野哲郎先生で、作曲が船村徹先生でしたね。わー、大御所、すごい。これは流行るでしょう。流行るのか。でも知らなかったな、私。いや、なんかこうしんみりこう酒飲みながら聞くのにはちょっといいかな。酒なんか大嫌いさ言ってましたけどね。でもきっとね、その33年頃はみんなこういうの聞いてたんでしょう ね、 うね、これをね、そうです、聞きながら大嫌いさとか言ってたんじゃないかな。う、ね、うん、まあ、いい曲リクエストありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてなんですけれども、先月の放送でね、面白昭和歌謡をご紹介しましたけれども、あるんだよね、今回もリクエストをいただいている中で面白いというかね、ちょっと変わった曲をご紹介いたしますね。ラジオネーム横浜みなとみらいの、ま、川でいけないものを発見してしまった50代の勤め人さんからのリクエスト。何発見した50代の勤め人さん。いけないものってなんだろうね、まあ、いろんな想像しちゃいますけどね。こんばんは、リンダさん、ゆかりさん、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、2月の放送で相良直美さんの歌が流れ、とても懐かしい気持ちになりました。相良直美さんの歌で個人的にナンバーワンと思っている曲をリクエストいたします。その曲の名は太陽踊り新八王子音頭です。聞いたことない。またマニアックなの来ましたね、これ。
今から40数年前の小学生の頃、親戚が八王子に住んでいて、よく泊まりがけで遊びに行きましたが、夏に行くと八王子のメインストリートで行われていた夏祭りに連れて行ってもらいました。そこで大音響で流れていたのがこの歌です。とてもノリの良い曲で、相良直美さんが気持ちよさそうにのびのび歌っているのが子供心にも分かりました。子供心といえば、歌詞の中に美人がいっぱいいるところというフレーズがあるのですが、親戚のおばちゃんといとこのお姉ちゃんの顔を思い浮かべ、それは違うと思ったことを思い出されます。失礼ですね。ちなみに八王子出身のファンモン、ファンモンってファンキーモンキーベイビーズですね、もこの曲をカバーしています。コロナが明けて今年の八王子の夏祭りにこの曲がかかることを祈りつつリクエストいたしますということです。ありがとうございます。あ、そうだね、お祭りとかも全然やってないもんね。そうですね、相良直美さんが温度っていうのはね、ちょっとこう結びつかないですけどね。この間だっていいじゃない、いいじゃないの、幸せ、幸せならばね、でしょ、ね、安入意な感じだったのにね。ちょっとじゃあ早速聞いていただきましょうか。太陽踊り新八王子音頭、相良直美さんです。住みたいとキラ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 、緑がいっぱいあるところ、美人がいっぱいいるところ、あ、太陽の街八王子、葉っぱキラ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 、あ、金ラキラキラキラ、裸でぶつかれ若さでぶつかれ、どんと行け、振り返らずに止まらずに、キラ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 、足音百万空高く、明日を見つめて大行進、あ、太陽の街八王子、優しい瞳と情熱で世界へ扉を開く朝、あ、太陽の街八王子、葉っぱキラ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 、あ、金ラキ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 ラ、キラ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 、はあ、なんか耳につきますね。やばいですね。もう八王子みんなキラキラ星人がいるんじゃないかな。ね、ね、なるほど。ひばりさんのね、なんか真っ赤な太陽みたいな。うん。ディリ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 。あ、そうですね。作曲はあの泉拓さんでしたからね。さっきそういえばね、これ聞いてる時に、寺中君がね、これきっと演奏はキラーズじゃないかな、ピンキラのキラーズじゃないかなって、なちょっと調べる術なかったんですけどね、そうかもしれないですね。ね、うん、それではね、続いてリクエストをいただいてるのでお届けします、はい、ラジオネームなんでそうなるのさん、なんでそうなるの。聞
キンちゃんだっけねですねからのリクエストというかメッセージが届いてます。ゆかりさん、リンダさん、こんばんは。こんばんは。昭和時代生まれの私にとって一杯やりながらこの番組にでかかる懐かしい曲を聴き、若かりし頃の思い出にふけるのが最近の楽しみになっております。あ嬉しいですね。飲みすぎには注意ですねところで先月の放送を聞いていたら、キャバレーズさんのお店で働いている寺中名人くんがあのサザンオールスターズを前座に使っていたとか、竹内まりやさんと面識があるとの話を聞いてされているのを聞いて、すごく顔の広い人なんだなとびっくりしました。もしまだお店をクビになっていなかったら、他にどんな方と面識があるのかを聞いてみたいなと思いました。といったところで、リクエストしたい曲は今や湘南の顔となったサザンオールスターズの勝手にシンドバッドと行きたいところですが、私のイメージでは湘南というとやっぱり加山雄三さんが頭に浮かびます。映画の若大将シリーズは楽しかったですね。そんな永遠の若大将加山雄三さんの夜空の星をリクエストしたいと思います。はい、夏日になる日も多くなってきました。今日この頃ですが、キャバレーズの2人も体調などを崩さぬようにお気をつけてください。これからも楽しい番組を続けてくださいね。ではリクエストお願いします。PS、 まさかとは思いますが、寺中名人くんは加山さんとも面識があったりしててんてんてんとなってますけどリクエストありがとうございます。ありがとうございます。どうなんですか寺中くん、あるんじゃない。はいはい、え、加山さん、加山くん、あ、加山くんじゃ、加山さん、加山ね、あれタメ口言いたかねえけど面倒みたいたまたまたまたあいやいや、あのそれ言い過ぎでしょ。85年6年だな、寺内隆とブルージーンズで、うん、ミュージックフェアで、加山雄三の、うん、バックでほう、ブルースエイドシューズを演奏したという、ほう、で撮り終えた後、まあ、メンバーみんな帰っちゃったんだけど、うん、俺一人ずっと残ってて、うん、加山さんが全部撮り終えるまで待ってて、うんうん、加山さんでももちろんだあ、どうもお疲れ様です、ありがとうございましたって 出待ちしてたんですね譜面にサインしてもらって単なるミーハンになって完全にファンですね、大好きだったですね。いやもう そりゃそうだよ、加山雄三といえばね、うん、もうスーパースター中のスーパースターなんで、ね、やっぱりでもそれはもうその時はその至福のひとときを過ごしたという記憶があります。なるほどね、はい、ギターもねものすごく上手だし、どっちかというとギター弾きとして好きなんでね、うん、そうですよね、加山雄三さんはですね、まあ、顔もかっこよかったしね、当時としては何でもできるスーパースターのイメージありますけどね。でしょう ね。それではちょっとこの曲聴いていただきましょう。加山雄三で夜空の星。夜空の星ときたか、行ってみましょうか。はい、僕の行くところへついておいでよ、夜空にはあんなに星が光る、どこまでも二人で歩いて行こう、恋人よその手を引いてあげよう、約束しよう、繋ぎ合った指は離さないと、泣かないで君には僕がいるぜ、涙なんて拭いて笑ってごらん、ついておいでよ、夜空にはあんなに星が灯る、どこまでも二人で愛して行こう、
恋人よ幸せ僕があげよう約束しよう君と抱いた夢は忘れないと僕の行くところへついておいでよ夜空にはあんなに星が歌う Big Time Chill Big Time Chill いやもうすごい寺中くんも感想のところからノリノリでなんかこう右振り左振りとか言って最後はジャーンのこれメジャーで終わるんだよなとかもうすごいすごいギター立ててましたよね立ててた立ててたその当たり前ですお辞儀してたブルージーンズが終わるときは最後メジャーじゃなくても立てるんだけどもメジャーで立てたはなんか明るさが出るんだよね、うん、あと何たってもう感想の寺内武志のギターのすごさあこれ感想寺内武さんなんですね。だからブルージーンズが演奏はね、あ、そうなんだ。で、感想はだから寺内節がもう炸裂するという。平ら平ら平らって感じのギターからかっこよかったですね。いいのリクエスト しましたね。本当ですね。なんでそうなるの？なんでそうなるのさん。なんでそうなるのって言われる。金ちゃんですね。そういうわけで。え、次郎さんは？いますいます。何やらせんだよ、ね、もうお前らだとか見られるからちょっと、それではね続いてそお前らだってお前らとか言っちゃダメでしょだって私たちが雇ってんですから首にされちゃうよそうですよねもういなくなったと、でね、リクエストをまたもう一個いただいてるのでご紹介するよね、はい、キャバレーズリンダ様ゆかり様こんばんはこんばんはこんばんは、自称歌手の山田はじめですなんか普通なんだけども悩んでますハモリができないハモリカナダからの手紙ができないつられる歌唱センスよしのキャバレーズお二人のハモリのコツを教えてくださいそしてリクエストはキャバレーズのハモリが聴いた曲をお願いしますとのことですちょっとドキッとするよね歌唱センスがいいってなんかあんまり言われたことがないダメじゃんもうだって結構ねケランされることはありって聞いたけどね、まあでもねハモリのコツを教えてくださいって言ってるんですけどリンダがハモリのコツってなんだろうやっぱりでもね、うん、相手のことを聞くことなんだけどねそうですね、うん、なんかね、まあ、自分がこうねそれにうまく溶け込むようにそうですね、うん、まあねとりあえず歌うしかないって感じですねうつべしうつべしそうですね歌うべし歌うべし歌うべしそれではねあのせっかくあのリクエストいただいたのでキャバレーズのこの曲をお届けしましょう夢の続き。染め上げる
私たちのオリジナルソング、セカンドアルバムのショーザキャバレーズから夢の続きお聞きいただきました。赤いねアルバムの方だよね、うん、そうですね。ご興味ある方はホームページからお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。番組では皆様からのリクエストをお待ちしております。リクエストにはメッセージやエピソードを添えていただけたら嬉しいです。リクエストやメッセージは番組ホームページまでお願いいたします。キャバレーズ担当と書いていただければと思います。それではまた次回葛飾 FM ビッグタイムチューンでお会いしましょう。キャバレーズでした。